はい、ですね、生い立ちは、うちのじいちゃんの代からですかね、始まりまして、うちの父親、そして今自分になってるんですけども、大体まあうちはそうですね、錦鯉のことを始めてから、まあ、でもなんだかんだで100年近くはでも経つんじゃないかなとは思いますけども、まあ、詳しくなんだろう、恋をこう、まあ、いつからっていう風なのはよくわかんない、そのぐらい、まあ、から、まあ、錦鯉の方は飼ってます。はい、はい、得意な品種ですが、うちはまあ紅白、あと三家、大正三家、あと昭和三家、まあ、この3つをまあ主に、あとはアサギだったりだとか、ムジモノとか、まあ、そういった変わり物もまあ多少取ってるっていう風な生産のスタイルですね。そうですね、毎年毎年やっぱり新しいものをまあ追い求めながら、まあ、いわゆる御三家というその三本柱を、まあ、なんだろう、きちっと、生産しつつ、あとは新しいものにチャレンジ、変わり物とかにチャレンジしています。はい、こだわりですか。まあやっぱり各生産者こだわりのポイントはあると思うんですけど、まあ、うちでいうと、そのなんていうんですかね、とにかく白地っていうか、このまあ字体の良さをまあ一番にやっぱ追求しながら、はい、まあ、いわゆるまあこの新潟の雪のようなやっぱり肌をまあ目指しながら鯉のまあ生産に励んでます。はい、そうですね、まあ新潟は生産者たくさん鯉に携わっている人はいますが、まあ、いろいろこう、なんだろう、ここでできる、作られる鯉っていう風なのは、まあ、本当でその人その人のやっぱ思いがいろいろやっぱ詰まってる鯉がいっぱいですので、まあ、ぜひ新潟に足を運んでいただいて、まあ、ご覧になってもらって楽しんでいただけたら、そんな風に思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。